はい、皆さんこんにちは、みーちゃんです。今ね、新大阪の駅におります。久しぶりにね、関西で夜の貨物列車の撮影と参ります。今新大阪の駅でね、とりあえず最初はここで撮影、後で移動したいと思います。では撮影を開始したいと思います。はい、JR 京都線内のね、島本駅に移動してきました。ここはね、貨物列車だけではなくね、さまざまな列車のね、撮影スポットとしても有名な駅です。時刻は夜の9時30分を回ったところですね。ここから本格的に夜の貨物列車のラッシュアワーが始まります。それではここで撮影を始めたいと思います。
い、今日のねカウンセレーション撮影を終えました。時刻は、夜11時20分を回るところです。次の普通列車で隣の高槻駅に移動、その高槻駅から最終の、新快速姫路行きに乗り、終点姫路、本日の宿は姫路ですので姫路までここから移動したいと思います。時刻はね、深夜の1時10分を回っております。姫路駅のね、8番列車も全て今日は終わっております。というわけで、自分の撮影もね、終了いたします。もしくは、チャンネル登録お願いします。以上、ふみちゃんねるのふみちゃんでした。